シフト勤務、勤務シフトとは勤務時間がある。特定の一種類に固定されず、日ごとあるいは一定の期間ごとに複数の勤務時間を移動する形態の勤務のこと。単にシフトということもある。人間には睡眠や休憩が不可欠であり、一人が一定期間に働ける時間には限界がある。例えば日本の労働基準法では一週間について40時間を 超えて労働させてはならず、原則として、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならないとされている。一方で、警察、警備、病院、コンビニやインフラなどでは、常時店舗、会社、施設等に人員を配置する必要があり、あるいはスーパーのレジなど繁忙時間に多くの人員を配置する必要がある。毎週決まった曜日にセールをするような店であれば、その、 曜日だけ人員を増やす必要がある。各人の労働日あるいは労働時間をずらすことでこの問題を解決する方法が取られることが多く、これをシフト勤務と呼んでいる。一般の勤務と異なるので、各人の労働時間、1月や週単位の勤務日時を管理者、勤務者に分かりやすく明示するために、シフト表というものを使う場合がある。このシフト表を使うことにより、 各曜日の日中や夜間に、どの種類の業務を何人の人員で、従事できるか分かりやすく明示することができる。また、このようなシフト表の作成を支援するソフトウェアも多々、見受けられる。12時間夜勤シフトに向かう自動シフト勤務は、様々な疾患リスクを上昇させる。シフト勤務睡眠障害とは、不眠症、金無症、またはその両方を特徴とする、外実リズム睡眠障害であり、 シフト勤務はこの疾患の主要な診断要素である。さらに新型糖尿病リスクも増加し、とりわけ男性に多い、ローテーション勤務従事者は、そうでない人よりも脆弱である。女性の夜勤シフト者においては、乳がん発症リスクが48%増加する。これは、外実リズムの変化のため、夜間分泌される、メラトニンの生産が阻害されることが原因とされている。風による、 e ア r クでは、サーカディアンリズムを崩すシフト勤務をグループ 2A と2010年に報告している。主に前立腺癌、乳癌のリスクを高める可能性があるとしている。シフト勤務は、他の種類の癌発症リスクを増加させるまた、シフト勤務は、群発頭痛、心臓発作、疲労、ストレス、性的不全、抑うつ、認知症、肥満、代謝障害、消化器障害、 筋骨格障害、生殖器障害の発生リスクを増加させる。シフト勤務はまた慢性疾患を悪化させ、それには睡眠障害、消化器疾患、心臓病、高血圧、転換、精神障害、薬物乱用、喘速などがあり、さらにその他外実リズム改善により治療される、健康状態も含まれる。人工証明はホメオスタシスを阻害しうる。 さらにシフト勤務は喫煙リスクを増加させる。2014年の A 氏、オキペーショナルエンバイロメンタルウメディシンに発表された研究によれば、シフト勤務を10年続けた人と、慢性的な認知機能障害の関連性が強いとのデータが得られたというシフト勤務の健康への影響は、クロノタイプに依存し、これは労働者が、どの日勤、夜勤に割り当てられるかという表である。 個々のクロノタイプがシフトタイミングと反対になる場合、外実リズムが阻害されるリスクが高くなる。異なるシフトスケジュールは、シフト勤務者の健康に様々な影響を与える。シフトパターンの設計は、勤務者の睡眠、食事、休憩の取り方に影響する。シフトパターンの中には、休息を制限したり、ストレスを増やしたり、勤務者の過労を助長したり、休息中断させたり、 疲労を悪化させるものも存在する。交代勤務で働く男性の前立腺が案になる危険性が日勤のみ働く男性に比べて3.5倍。心筋梗塞になる危険性が日勤のみ働く男性に比べて2.8倍あると言われている。また、交代勤務で働いている人たちには喫煙者が多い傾向があり、健康上のリスクはかなり大きい。 特に深夜にかかる交代制勤務の場合、労働者の健康のため次のような配慮をしている。企業も存在する。ルーテンフランツ原則も参照。シフト勤務が労働安全衛生に及ぼす害を軽減するために、多くの国は法的規制を設けている。世界的には国際労働機関の条約で野業に関する労働条件が定められている。欧州連合の労働時間指令においては、 労働時間の週48時間規制が規定され、さらに24時間サイクルにおいて連続する11時間の休憩、1週間サイクルにおいて連続する24時間の強制休憩を定めている。EU 指令では、特別な危険、重度の肉体的、精神的緊張を伴う夜間作業は24時間において平均8時間までに制限している。また EU 指令では、 規制からの適用除外を認めており、特別規定によって、運輸業、オフショアワーカー、漁船従事者、研修医などに適用される。深夜業も参照かつては一部を除き、女性を深夜の時間帯にかかる交代勤務に従事させることができなかったが、雇用の分野における男女の均等な機会及び、待遇の確保等に関する法律等の改正を受けた百九十九年の 労働基準法の改正法施行により、女性の深夜勤務が可能となり、多くの職種に女性の進出が進んでいる。勤務形態は、労働条件の最も基本的なものであるため、会社側と労働者側の労働協定による、特に法定の1日8時間、週40時間を超える労働時間を超えて、勤務体制を組む必要がある場合は、変形労働時間制を採用する。 労使間で合意された36協定を所轄労働基準監督署長に届けてその内容を遵守する等の措置が必要である。勤務のことを時価と呼ぶ場合が多く、勤務体制により次のように呼ばれる。勤務と勤務との間に空白時間を設けられない事業所では、日勤に一番近い時間の勤務から二交代制の場合一時か、二時か、三交代制の場合一時か、 二次化、三次化と呼ぶことも多い。かつての単行などでは一番型、二番型、三番型と呼んでいた。工場で装置を24時間連続で動かせば、昼間の8時間だけ装置を動かすのに比べて、生産量は3倍となる。また、製鉄業のように装置を止めることができない場合もある。そのために使われる24時間制シフト勤務は、大きく分けて8時間勤務の3交代。 12時間勤務の2交代、24時間勤務の1交代の3種類がある。いずれの制度でも、拘束時間の途中に1時間程度の休憩が設けられていることが多い。3組3交代制、編集3組3交代制は、24時間体制で業務を続けるためによく使われる方法である。1日を8時間ごとに区切り、第1時間を午前6時から午後2時、 第2次間を午後2時から午後10時、第3次間を午後10時から翌朝6時まで働かせる方法である。各労働者に休暇日を設ける必要があるため、3組では1月を通して休業日なく業務を続けることはできない。週に休暇日を2日設け、1勤務日あたり1時間の休憩を与えた場合、7日間あたりの拘束時間は40時間、労働時間は35時間である。 労働者を A 組、B 組、C 組の3組に分けた場合の例を次に示す。4組3交代制、編集3組3交代制よりも1組増やして、休業日をなくす方法である。勤務パターンを切り替える日を4つの組でずらすことにより、休業日なく24時間創業を続けることができる。各個人の勤務パターンは、3時か、3時か、3時か、時か休暇日、2時か、2時か、 2時間休暇日、1時間、1時間、1時間休暇日のように、3日勤務、1日休暇の繰り返しとなる。1勤務日あたり1時間の休憩を与えた場合、7日間あたりの拘束時間は42時間、労働時間は36時間45分である。労働者を A 組、B 組、C 組、D 組の4組に分けた場合の例を次に示す。4日、勤務4日、 休暇に交代制、編集4日、勤務4日、休暇に交代制は、イギリスで多く見られる勤務体系である。3交代制に比べて勤務パターンの変更頻度が少なくなるが、1日あたりの労働時間が長くなるため、重労働には向かない。各個人の勤務パターンは、4日、勤務、4日休暇の繰り返しとなる。1勤務日あたり1時間の休憩を与えた場合、7日間、 あたりの拘束時間は42時間、労働時間は38.5時間である。2日、中勤2日、夜勤4日休暇制。編集2日、中勤2日、夜勤4日休暇制は、イギリス沿岸警備隊が採用している方法である。各個人の勤務パターンは、4日、勤務、4日休暇の繰り返しとなる。1勤務日あたり1時間の休憩を与えた場合、7日間、 あたりの拘束時間は四十二時間、労働時間は三十八点五時間である。十二、二十四、十二、四十八制。編集十二、二十四、十二、四十八制では、中勤十二時間、休憩二十四時間、夜勤十二時間、休憩四十八時間の繰り返しとなる。一勤務費あたり一時間の休憩を与えた場合、七日間、あたりの拘束時間は四十二時間、 労働時間は38.5時間である。大陸シフト、編集大陸シフトはヨーロッパでよく見られる制度である。1週間は7日であるため、7日で回るローテーションとして考えられた。勤務パターンが2日から2日から3日の間隔で切り替わる。各労働者にとっては9日または10日ごとの勤務パターン変更となる。全体で見ると28日間ごとに、 同じパターンが繰り返される。1勤務日あたり1時間の休憩を与えた場合、7日間あたりの拘束時間は42時間、労働時間は36時間45分である。7日から2週間制、編集7日から2週間制では、4組に交代の一種である。アメリカのテレビ局や法執行機関で使われることが多い。大陸シフトと同様に、 勤務パターンが2日から2日から3日の間隔で切り替わり28日間ごとに同じパターンが繰り返される。1勤務日あたり1時間の休憩を与えた場合7日間あたりの拘束時間は42時間、労働時間は38.5時間である。リュボン式12時間ローテーション制、編集リュボン式12時間ローテーション制は4組に交代の一種である。この制度では 月に1回、7日連続の休みが与えられる。アメリカの製造業で広く見られる方式である。1勤務費あたり1時間の休憩を与えた場合、7日間、あたりの拘束時間は42時間、労働時間は38.5時間である。7日8時間ローテーション制。編集7日8時間ローテーション制は4組3、交代の一種である。7日間働いた後、1から4日の休暇が与えられる。 連続休暇があるのが特徴である。かつてはアメリカ合衆国西部の製紙業で多く見られたが、4日、勤務4日、休暇に交代制に置き換わりつつある。1勤務日あたり1時間の休憩を与えた場合、7日間あたりの拘束時間は42時間、労働時間は36時間45分である。4日、勤務2日休日制、編集4日、勤務2日休日制では、 12時間勤務を4日、休日を2日の繰り返しとなる。1勤務日あたり1時間の休憩を与えた場合、7日間あたりの拘束時間は56時間、労働時間は51時間20分である。労働時間が長いため、ほとんどを座って勤務する、監視員などにしか向かない。分割シフト、編集分割シフトは、ケータリング、輸送、ホテル、 病院勤務などに勤める配膳業者の勤務によく使われる。昼食を用意するための10時から14時、夕食を用意するための17時から21時が、労働時間となる。7日間あたりの拘束時間、労働時間ともに40時間である。早番、遅番制、編集早番、遅番制は電話応対、コンビニエンスストア、保育、デイケアでよく用いられる。 早番と遅番の勤務時間の一部を重複させることも多い。人員の不足、または人件費を少しでも抑えようとするあまりに交代制のみになり、三交代を取り入れない場合も、ままある。24時間体制で稼働する工場や警備業、ビルメンテナンス業などにて、交代勤務を取り入れて勤務する場合、現場によっては三交代ではなく二交代のシフトしか取り入れず、 実動時間と休憩時間を合わせた、拘束時間が12時間になる場合もあるため、極めて不規則な生活となり、体調を崩しやすくなる。例1 9時21時、21時9時のように、実動時間と休憩時間を合わせた、拘束時間が12時間もある。自宅から勤務先までの通勤時間及び、就業帰宅するまでの所要時間も加算すれば、実質の拘束時間は、 もっと長くなり、就業次の勤務までの空き時間が12時間を下回るため、帰宅後すぐ睡眠を取らないと次の勤務に耐えられなくなる。0二時18分翌朝9時、通勤時間も含めると、自宅にいる時間が数時間、残業等が発生するとさらにその時間は短くなる。民間企業による場合製鉄所の航路、石油化学コンビナートや製紙メーカーの大型組織など、停止や、 再稼働に非常に手間と時間がかかる大型機械を使う製造業では、盆、正月も問わず24時間の連続運転を行っている。これらの業種では一般に一日を8時間ごとに分けた3交代勤務を採用している。また、自動制御の信頼性の向上や、増える政府対策により、労働密度を下げて2交代勤務や、宿直勤務に変更し、精進化を行う動きもある。 24時間営業を行う外食産業やコンビニエンスストアなどでは勤務時間は個人の状況に応じて細かく設定している。また、コンビニで販売する弁当や惣菜を製造する食品工場でも連動して24時間創業が行われるため交代勤務を行っている。ホテルでは宿泊者に対するサービスや安全の確保を行うため深夜でも多くの職種で切れ目なく 勤務が必要になる。ビジネスホテルによっては、受付など一部の業務を深夜時間帯から朝まで閉鎖するところもある。救急指定病院や入院患者のいる病院では、看護部門は、日勤、純夜勤、深夜勤の参考体制、医師、薬剤部、検査部門は宿直勤務が多い。十四時間連続で稼働する業務には、遠洋航海する、クルーズ客船、商船、 軍艦なども含まれる。軍艦では上員を半分に分けて、担当を決めた半減という交代勤務を取り、飛行地での休暇も半減上陸が主体である。商船では、出入工事は、総員配置。その他の場合は、大型商船の場合は、0から4時4から8時8から12時12から16時16時から20時20時から、0時の4時間勤務に回到直を行う。 公務員による場合警察官、消防理員、自衛官、刑務官のような公安職もいつ発生するかわからない事件、事故、災害にも迅速に対応しなければならないため、24時間切れ目の内容待機内視監視する任務に当たっている。航空管制も24時間切れ目なく業務が行われている。鉄道、バスタクシーなどの交通機関のように、 早朝から深夜まで継続して動き続けている業種では、喪失、お袖など、勤務時間を細かく設定して、切れ目のないサービスを提供し、またバスタクシーなどで、運行の管理に携わる者は、安全対策や入庫、出庫処理のため、24時間切れ目のない宿直勤務となっていることが多い。また、郵便事業や、運輸業などの通信、物流機関も同様で、郵便収集は、 早朝に始まり、配達は夜間にまで及ぶ。特に中継期間は、深夜も絶え間なく、郵便物あるいは小荷物が区分けされて、それぞれ配送されている。一般に中継輸送は、道路混雑を回避できる深夜から早朝に行われる、ことが多い。消防署や警察署、警備業の施設警備部門や機械警備部門では、いつ発生するかもしれない火事、 事故、事件に備えて、当番者が、深夜も含めた24時間待機の体制をとっている。自動制御や、フェール政府対策が充実した、無人運転が可能な工場でも、深夜稼働時間帯に、一万一の事故があった時の、連絡要因の確保的な意味合いで、宿直者を待機させる場合が多い。ゲームセンターや、パチンコ店、ショッピングモールなどの娯楽やサービス業全般では、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律や各地の条例により24時間営業が禁止されている場合もあるが年中無休の営業までは禁止していないためと日祝日年末年始も休まず毎日決まった時間に営業する店舗もある例えば毎日読む新聞には長官と夕刊があるがこれは12時間ごとに執筆編集され 印刷、配送される。印刷業務では、長官は21時から3時、夕刊では10時から15時の間に仕事が集中している。これは一人の人間が毎日できる仕事ではないため、主事の交代勤務体制が取られている。もっとも、本社や主局など、取材部門では、事件取材に対応する必要がない限り、深夜から早朝までは宿直員は仮眠を取る場合が多い。 製造業では商品の大量生産で投資を早期に回収する目的から交代勤務により工場、設備を長時間稼働させることが多い。例えば自動車の組み立てラインでは早晩6時15時、遅晩15時24時のような連続に交代勤務が一般的である。連続に交代制の利点として深夜勤務手当を節約できること、 需要の変動を残業で吸収できることが挙げられる。あくまでも経済性を目的とした交代勤務であるため、生産量に応じた勤務体制の変更がしばしば行われる。コンピュータによる大規模なシステム運用業務では、業務時間外のバッチ処理やシステムの監視、保守、トラベル対応などで交代勤務を行うことがある。NHK 放送センターでは、 毎日6人の放送局アナウンサーが民放では毎日1人、ないし2人の局アナが男女関係なくそれぞれ交代で局に泊まり込み夜間において重大な事件、事故、災害などの発生時に報道特別番組をいち早く放送できるようにしている。NHK は映像散歩が放送されている時間帯に報道特別番組の演習を毎晩行っている。これは 緊急事態発生時に全局員が対応できるようにするためである。また、昨今では、ほとんどの民間放送局は24時間放送を実施しているため、宿直はアナウンサーのみならず制作や技術、工事、報道各部門の一般社員も深夜の番組創出や放送機器の保守点検、工事や緊急事態に備えるため、毎日数人が交代で局に泊まり込んでいる。 さらに一万一停電に陥っても放送が出し続けられるよう、ほとんどのつぼねが自家発電装置や非常用バッテリー、送信機を備えている。特に、ラジオは災害の発生時における情報源として最も重要な役割を果たすので、一万一停電に陥っても確実に放送ができるようにされている。なお、地方局の場合は人数が少ないことから、 宿直勤務制度を実施せず、代わりに、早番、遅番交代制で対応しているつぼねが多い。曲穴が行う宿直の仕事は、通常、夜間から翌朝にかけて放送されるラジオやテレビの定時ニュースを伝えることである。宿直制度を実施しているつぼねには大抵過眠室があり、曲穴の場合は、夜間の最終定時ニュース終了から翌朝一番の定時ニュース開始まで、 の数時間、仮眠を取ることができる。ただし、この間に大事件、大事故、大災害がひとたび発生すれば、宿直のスタッフは徹夜で慌ただしく対応することになる。さらに、それらの規模によっては日勤のスタッフにも非常招集がかかる場合が多い。百貨店は一般に午前10時午後8時頃までの営業。スーパーマーケットは午前10時午後9時頃。 店舗により午後11時頃まで営業している社もある。ことから、早番、遅番、投資、3種類の勤務体制となる。コンビニエンスストアやファミリーレストランをはじめとする24時間営業の店舗は夜勤、深夜勤の勤務体制がある。さらにアルバイトやパートタイマーなど非正規雇用による従業員が多い店舗では一人当たりの就労時間が短くなることが多いため、早番、 おそばんの勤務が午前勤、午後勤、夕勤とさらに細かく設定されていることも多い。ありがとうございます。